はい、こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。ソジュウです。ソジュウの友達のトシです。あ、飲み込んだ。ちょっとこっち行きましょう。今日はですね。今日は、3月20日の日曜日で、明日は祭日で、まあ、3連休の方が多いと思いますけど、ね、今ここはね、岐阜県安八市の、なんていうかな、安八にある城跡やな、マイナーな城跡で、僕らはマイナー城跡隊マイナー城跡隊が行くということで、うん、まあ城跡巡りということで行きました、ね、はい、うん、まあこの後にね移動しながらそこに行きますけど、うん、まあじゃあ、カメラ持って移動しますか。そうだね、どうしましょう。うん、ちょっとまだね、僕は3回目打ったけど、ね、佐々木君は昨日と一緒の同じのマスクやね。今日僕マスク借りてましたよ。何やっとるんや。じゃ話が達成しとるやねえか。そのぐらいはいいの。そのマスクぐらいは。この土地、もう城だね。ここの住所時代が城一丁目。ほんで写真を見たら城跡のそばにこれが小学校のなんか。これが写真に載ってまして、あ、今軽トラが来たので空を映してます。では城跡の方に行きましょうかな、トシ君。なんかそれはゴミのあれか。あ、これはゴミ入れやね。これこう結構ね、こう行くとね、まあはっきり言ってもう公園ですね。公園ですよね。あ、土俵やねん、なんかイルカのあれなんか作り物があるあるな、ポツンとこれね、うん、あれとかまた面白いやんね、イルカ。まあこの辺にね、多分ね、でどこにそのあれだ、城跡っぽいのがあるんだ。あそこに石があるじゃん。これ石普通の石やねえか。で城跡という話っていうことで、ここに看板があります。あ、ほんとや。はい。こりとり城跡。こりとり城市っていうか。表取りとか、表紙とかも。うん。何の城や。あ。だから、これは。竹花城の出城。秀吉に関係したのやろ。長久手の戦いやろ。この、あれやな、こりとり城っていうのは。うん。上司がこれやな。不は元禄ともつな。全然知らん。歴史が好きな人でもさ、これ知らないの多分。の弟。不は大井の神が守っとった。あ、昔の人は昇進すると名前が変わるからね。いや弟。ほんで。小牧の長久手の有名な戦いやな。まあ秀吉やな。豊臣秀吉と羽島のなんか書いてな。あ、これも下地、これもあれや、加賀の井城っていうのがあって、ああ、そこを攻めたんやな。そこをまず落としてまったんやな。で続いて竹花城も水攻めで落としてまったんやな。あだよ。で城兵はよく戦いましたが、あ、6月の中にダメを落としたな。で続いてここに来たんやな。ああ、こりとり城をこの時に竹原城と運命を共にした城の遺構建物はありませんね。そんなもんね、城の遺構がありませんって書いてあるから、だからなんもないな。ただ木がぼっとだった。ただ昔ここに城がありましたよっていうのは、まあ一つの公園っていえば公園だからなってます。はい、多分こんなのあれね、余裕で勝ったんじゃねこれ、豊臣秀吉君は。ああ、当たり前やろ、兵隊が違う時点で。あれやで、次々にやね。あ、連発だよ、連発で落としたらボーンって。はい、トシ君時間です。はい、ということでこの辺に城跡がありますということで、やった看板が残ってるわけ。本当や、マイナーだ。あ、これも、うん、ここにすぐ下に網があってね、中に入れないんですね。じゃあこれですよ。マイナーだ。よいしょ。マイナー城体験隊が行くやで、これ。はい。はい、どうでしたか。今回はどうでしたかね。よかったよ、結構。これぞ、マイナー白跡隊。コリトリ白跡。コリトリ城。アンパチのね。アンパッチョね。アンパッチョのコリトリ。ここにありましたよっていう証拠だけは、取りました。あのね、看板さえあればいいのよ。看板あれば、誰がそこの上司だったかもわかるで。じゃあ、ということで、最後に所有のチャンネル登録をお願いします。所有チャンネルは5チャンネルありますんで、どっかに入れます。ではまた。日が暮れるといかないと、もう1、2回行きますね。はい。ではまた次の。あ、車が来たんですね。じゃあ、ゲッツ。今日はね、風もなくてね、なかなか綺麗な空ですよ。あれまだ撮っとるの？ん？な？あ？一応来たっていう、あの看板の位置とかね。ほんで、このなんか、写真のとかね。ちょっとあれ、じゃあ切ります。3、2。